フェルザレットゲームチャンネルへようこそ。今回は発売から弓だけ使い続けた結果、結局キルが大事でしたとなります。トライストリンガーだけをひたすら使ってきましたが、パワーも上がってきて分かったのは、何にしてもキルが大事ということでした。勝つために立ち回りの改善、対面で気をつけることなどいろいろ試してきましたが、最終的にキルの連動が大事でしたね。光栄としての性能を考えると、あくまでキルを取ることが試合の貢献度としては大きかったと思います。ですが実際にはキルを取ろうとしてもなかなか取れるものではなく、何かと苦労する問題かなと思います。ということで今回はひたすら使ってきてキルを取るために気をつけたことやコツを次の順で話していきたいと思います。今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。そもそもなぜキルが結論になったのかというところですが、簡単な話、キルが足りなくなる武器だからです。弓の性能を考えてもらうといいのですが、そもそも塗りやスペシャル、サブというのはそこまで強くないと個人的に思ってます。塗りに関しては1対1ならエリアの塗り合いで耐えることはできますが、勝てるという性能まではありません。その武器性能で味方からルール関与だけを任せられたりすると性能負けするので、負けて当たり前というところなんですよね。じゃあサブスペでどうにかしようとなりますが、キル性能が高いわけではないので、邪魔はできるけどキル不足というふうに陥ります。トラストってスペサブの性能はそれなりに使えるシーンが多いんですが、キルという部分に関しては足りないようになってるんですよね。どんなにいい立ち回りをしたとしても、スペを大量に使おうともキルを取れないと邪魔だけの行動となってしまいます。邪魔というのは時間稼ぎにするにはとてもいい行動ですが、均衡状態の時はあまり有効になりにくいっていうのがありますね。また後衛という立場である以上、相手の後衛をしっかり落とせないと味方の動きが制限されます。ここでキルができれば問題ないんですが、キルができなければ味方頼りの試合となってしまい、安定感に欠けるっていう流れになるわけです。自分でしっかり試合を動かして勝ちを取りに行くのであれば、キルを取るというのは弓にとって非常に大事なこととなります。正直僕自身も X パワーが伸び出したのはトラストでのキルが増えてきたことが一番の要因だと思ってます。特にメインの方ですね。立ち回りや考えにキル力が追いついたっていう感じです。どんな立ち回りでも最後にはキルが取れれば成功と言えますので、それだけキルは大事な行動だと思います。それではトラストを使って特に感じたキルについて紹介をしたいと思います。まずトラストのキルについてですが、有効キルで試合を動かすことが大事です。有効キルとはルール関与に大きく貢献することができるキルのこととなります。それでは有効キルを矢倉の関門突破で考えてみましょう。皆さん、関門を突破するには何をしますか？まず関門周りの処理をしますよね。この時にキルが取れるとさらにカウントが進めれます。これが有効キルになるわけです。スペなどによる関門の押し込みが強いのはこのキルができる確率が高いからですね。エリアの場合もエリア周りの敵をさばいて味方と共に前線に上がれるとカウントが進みます。これも有効キルになってきます。このように有効キルが取れると試合は大きく動かすことができます。これだけでもカウントの進みがかなりいいんですよね。ですが有効キルを取るためには自分が倒せる位置に移動する必要があります。後ろから攻撃するだけではキルは取れないっていうのがあります。これは関門周りに対して正面に立つだけではなく、味方の位置を見て角度を取ることが大事になってきます。ただ孤立する可能性もあるので敵に狙われるというリスクもあります。カウントを取るにはある程度リスクが必要というわけですね。ですがこの成功率を上げる方法があります。それはスペとサブをしっかり活用するということです。メガホンであれば押し込みによって時間稼ぎをしつつメインで挟み撃ちができます。ポイズンであれば移動の制限をかけつつクリアリングと甘えてきた相手の処理が可能というわけです。このようにスペとサブを使うことによって有効キルを作り出すきっかけができるわけですね。
有効キルといっても邪魔をされて相打ちになると効果が薄くなります。まずは相手に攻撃をされない工夫を行い、そこからキルを狙えるように動いていきましょう。続いては味方と連携キルで有利時間を伸ばすという点です。トラストのキルに関しては味方と連携を取った方が圧倒的にキルが取りやすくなっています。というのも味方との連携をしている時というのは相手の視点が複数見ることになり、攻撃を避ける判断が難しくなります。ここで前衛が詰めているようであれば射線の見えない弓は攻撃が当たりやすくなるというわけですね。このことからキルを単純に伸ばすのであれば連携を狙った方が圧倒的有利に動けます。またこの連携キルについてですが、難易度以外にもメリットが2つあります。まず1つ目は味方の生存時間が伸びるという点です。前衛を使っている時こういうことはないですか？味方のカバーがあればレスしなかった、これって単純に対面してて負担が大きいということなんですよね。こういった時に後衛からカバーが入ってきたらどうでしょうか？単純に一人で対処するよりも生存できる可能性が上がりますよね。これはカバーの速さにもよりますが、味方と連携をするということはそれだけ味方を見る時間が多くなります。もちろん味方の周りを見ることにもなるので自然と前衛が生き延びれる可能性が上がるというわけです。そして2つ目は有利時間を伸ばすきっかけになるという点です。有利時間というのは人数有利の時間です。味方がデスをしないということはそれだけ人数が多い状態で敵チームに圧を与えれます。この状態であれば後衛でも前に出やすくなりますよね。さらに味方のスペシャルも溜まりやすくなりますので押し込みの準備などがしやすくなります。このように連携といってもキルが取れるだけでチームとしても押し込みの力が強くなるのでとても大事なキルとなります。また連携する味方も重要です。連携する味方に関してはダメージが大きい武器と連携を取るのが非常に有効です。例えばブラスターやバケツといった一発がでかい武器ですね。こういった武器と組むと取りこぼしの処理がとても楽です。70ダメージが入った相手に弓のフルチャカスあたりでも35ダメ入りますので、単純な計算で100ダメを超えるんですよね。単純に連携を組んだ場合はこの狙ったキルっていうのは取れませんが、誰と動くか考えるとダメージ計算して当てることもできるっていうわけです。とりあえず誰でもっていうわけではなく、しっかりとどの武器と動いてるっていうのも意識してみましょう。はい、ということで今回ここまでとなります。発売から弓だけを使い続けた結果、結局キルが大事でした。いかがでしたでしょうか？立ち回りっていうのも非常に大事ですが、最終的に課題になるのはキル力だと思ってます。直当てでキルもいいですが、まずは有効キルと連携キルといった狙いやすいものからしっかり取れるようにしましょう。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。